はい、えー、皆さんこんにちら、えー、どこでも庄司です。LIZIN、えー、ラ,ンランドマーク大会 VOLUME1、えー、昨日ありまして、えー、皆さん、えー、お疲れ様でした。いやもうちょっとその感想をですね話していきたいなと、えー、思うんですけれどもまあねあのー、UNEXT の方で、えー、配信をする初の、えー、試みの大会ということでですねまああのー スタートがねあの遅れちゃったりとかいろいろトラブルはあったみたいなんですけれどもまああの試合内容はね、えー、非常になんか良かったなと4試合でねあのい、ー、ろん,んなあの戦いがあってすごく見応えがあったなっていうのが、えー、僕の感想です、まあ、順番にね、えー、試合の方、えー、振り返っていきたいと思うんですけれどもまずはえー 1> 第1試合の渡辺修斗選手対、えー、内藤選手と。えーまあ、こちらはね、まあ、渡辺修斗選手の、まあ、圧巻、えー、ダースチョーク、あのー、で、まあ、勝利したとで。僕が注目してたのはあのテイクダウンを、まあ、どういうふうな感じでいくのかなと思ってたんですけど、あのー、やっぱ逆側のね、あのー タックルいつも行く方向前足じゃない方向の足で、まあ、きっちりやっぱレスリング力がありましたねもともとベースのレスリングしっかりある選手なんであのテイクダウンは非常にあの、まあ、レスラーがよく使う,こうも足を上げて片足取ってそこから持ち上げてもう投げちゃうっていうすごい力強いあのテイクダウンで。 でも得意の,あの、ね、ダースチョーク、まあ、リアネーキドも、まあ、勝ってる試合ここ近年ライジンでもねあの勝ってる試合はあのパターンが結構多いんで本当マジカルチョークだけでなくて、ねまあ、クレベル選手とかもね結構使いますけどリアネーキドダース、ねあのー、すごく、あのー、素晴らしい技でしたねあれね腕が長くないとなかなか僕もねちょっと練習とかもやるんですけど 僕腕がねやっぱあんまり長くないからあのなかなかねこう入らないんですよねこれはねやっぱ腕長くてねこう締めれる人はこうすごい武器になるんでねまあ本当にお見事な、えー、試合でしたねおめでとうございますで、まあ、その後、ね、あのねマイクアピールマイクパフォーマンスでねあのー、青の光る選手奥さんのねセコンドについてた にすごくあの愛を語って、あのまあ、ちょっとね、それであの、ね、あの会場の空気をあ,の、まあ、ある意味効率化効率化したっていう、ね、あのことが、まあ、ちょっとあの話題になってまして、まああのね、第1試合、その後と、ね、第2試合、第3試合、あの特に、ね、メインイベントなんかはも超殺伐とした雰囲気で。 もう,こう会場のそういう殺気立ってる中でねあの青野光る選手への愛を語るっていうねあのちょっとねあのあの独特の,あのマイクパフォーマンスで、えー、ご立腹された方も、えー、いたとかいなかったとかっていうことでね、えーえーえー、次の。えー 試合はですね。まあ、これですね。えー、春日井スガイ観点、たし選手対、えー、今成選手。まあ、これはもうね、足関節10段、もう、レジェンドの今成さんの、もう、技が光った一戦、もう、えぐ、肘がね、もう、逆側に、もう、ブチブチブチってね、もう、折れ曲がってた写真、ね、もう、強烈、壊されるっていうのはね、もう、まさに、 ああいうことを言うんですけど。あれね、まああの、作戦がね、僕としてはね、もう昔からもう今成さんの試合とかをしてる、知ってる、あの、人間からすればもうガードポジションで、パウンドとかをね、狙うっていう作戦だったらしいんですけども、あれはもう、絶対にこう、もう、何十年とあの状況、あのスタイル、あそこからのパターンがもう今成さん持ってるんで、 まあそこで勝負するっていう戦略がねもうちょっと、まあ、あのまずかったかなっていうようなねまあもちろん対策もありますして自信ももちろんねあったし練習もしてるディフェンスも非常に上手かったんですけどまあとはいえねもう1000人クラスでもう20年以上ねもう足換銃弾っていうね異名を取るほどもうああいうケースの中での戦い方戦略パターンっていうのはもう もうめちゃくちゃあるんで、まあ、そこで戦うのがねやっぱりもう今成さんと戦うってなるとねやっぱ滝沢選手、ねまあ、ブーイングも、ね、批判もあ,ったとあるとは思うんですけど、まああいう戦い方しないと正直本当に怖いですし決められたらもうねおられたらもう次の試合とかもね出れないですし。 まあ、あの春日井選手の,、ね、あの試合後インタビュー見たんですけどあの、まあ、これを機にあの、まあ、引退するという話をされていたんですけれども、うんまあ、自分は、ねあのまあ、今成さんも45歳、まあ、僕も今38歳っていうところでね、まあ、すごく身体、まあ、今春日井選手は33歳ですかね。 うーんねそういうやっぱりね、再起も首も悪いっていうこともね、まあおっしゃってたんで、まあ、怪我の具合がどれぐらいかっていうのはね、あのわからないんですけど、なんか、まあ自分としてはね、やっぱこうやってライジンに舞台に立てる選手っていうのは、本当に選ばれたあの選手ですしで、春日井選手もすごくあの才能のある選手なので。 まあ自分としてはあの続けてほしいしもっとねあの岐阜県の、えー、江那市山岡町の寒、えー、天をね、あのー、売るために戦っているっていうことなんで、まあ、自分はねまあ、少しね今気分が、ね、落ち込んでると思うんで、まあ、また怪我復帰して体動くようになった時にあのー、ぜひねあのー、またリングで活躍する姿を僕は見たいなと思いますし。あのー よく春日井選手はね恩返し恩返しっていう言葉をよく使ってるんですけれどもやっぱりねあの選手の,あのファンの皆さんへの恩返しっていうのはリング上で勝つ姿をあの見せることなんですよねだからねどんなリングでも依頼人じゃなくてもあの、ね、どんな舞台でもやっぱり勝つ姿をあの見して終わるのが。 やっぱ僕はこれは男だと思うんですよね僕もね、朝倉栄選手に負けてね、ね元谷選手にも負けて、もう本当にね、すごい悔しかったですし、まあ、本当ね、ね、まあ、そういう思いをやっぱ乗り越えて、やっぱりつかめる方ねものの方があの絶対に素晴らしいし、感動できるし、本当に嬉しくて、リングであの涙が出ます。うん 悔し涙をね、流すことの方が、まあ、多いかもしれないけれども、僕はリング上で、あのー、ね、春日井選手がうれし泣きをするところを、僕は男として見たいです。それはね、高いパフォーマンスじゃなくてもいいです。年齢が重ねていけば、ね、いろんな能力とか肉体的には落ちていくと思います。それを、まあ、まあ、それでもね、僕はなんかやっぱり、 春日井選手の勝つ姿を自分は見たいなっていうのは個人的に思いました是非ねあの、まあ、しっかり今はゆっくり休んで怪我を治して無理をせず、えーねえー、ゆっくりと時間の経過と,とともに心境の変化もあると思うので是非ね、えー、応援する皆さんファンの皆さんも、えー、春日井選手にねあのエールを送っていただきたいなと思いますぜひね寒天も 食べて、えーね、応援してあ、えー、げてください続きまして、えー、奥田選手と、えー、鈴木選手の試合ですね、まあ、こちらね、えー、怪物君、えー、鈴木、えー、選手はですね総合 MMA デビューということだったんですけれども、まあ、見事ねタックルにカウンターで膝を合わせて、えー、勝利と、えー、いうことだったんですけれど まあ、うんまあちょっとねもうちょっともう寝技の展開を見たかったなと、まあ、当て感はねやっぱすごく良いので、まあ、当ててね、まあ、TKO になったんですけどまああの、まあ、まだまだね総合を始めて長いわけではないのでまあいろんなね技術とかも多分これからねどんどん身につけていく段階だと思うので。 まあその辺をねこう見ながら今後フェザー級先生に乗り込んでくる選手ということでね本当にフェザー級今キックの選手がすごく来ているので、まあ、そういった選手たちとのね戦い、まあ、もしかしたらね僕もフェザー級での話はあるかもしれないので、あのー、引き続きね期待したいなというふうに思いますそしてメインイベント朝倉未来選手対萩原恭平選手。 ということでね、いや、これはね、なんかやっぱり、煽り方とか、前日の会見とかも、ものすごかったっすよね。いや、その実力、ね、的に言えば、普通に朝倉選手の、まあ、寝技とか持っていけば、まあ、もう問題、えーまあ、ワンサイドゲームになるだろうという、まあ、予想でしたけれども、なんかね、やっぱ萩原選手って、こう、まあ、花があるというか、 平本選手とのねあの戦いの時もそうですけど、やっぱすごくスター性がありますよね。非常にスター性があって、まあもちろん三國選手はね、もちろんのことですけれど、非常にね、あのー、見応えというか、ワクワクしましたよね。もしかしたらや,やるんじゃないかみたいな。まあパンチ力もありますしね、まあそういったね、あのーまあ、緊張感がすごく、 ね、試合始まっても、まあ、5分3ラウンド、まあねしまあね、グラウンドでコントロールしてっていう、まあ、内容自体は、まあ、そんなに、まあ、言ったら面白くないの試合っていう風になるのかもしれないですけどなんかね三ル、まあ、選手、えー、萩原選手のなんか試合を見てるとですねなんかすごく見応えがあるんですよねなんかね何な,なんだろうなって本当にね そこはなんかもう2人の持ってるなんかこうねそういうスター性がこう生み出したものなんじゃないかなっていうのをすごく感じましたね。まあ、それとですね、まあ、技術面に関してはですねやっぱりあの朝倉選手のあのニータップねあのテイクダウンね。 作戦として、浅、まああのー、倉選手、サウスポーで、えー、萩原選手はオーソドックスなんで、まあ、ちょっと距離感がね、あのー、違うんですけどあ、うん、あいうサウスポーからタックル行くと、あのー、膝蹴りとかね、結構合わせやすかったりするんですけど、まあ、そういうタックルってやっぱりリスクがあるんですよ先ほどの、ねあのー、鈴木選手と奥田選手の展開みたいに合わせられちゃうと怖いんで。 まああいうのね、回避するにはミートアップって言って、相手の肩を押しながら、前足をこう、買って、バーンってこう、倒す技なんですけど、あれね、三ル選手、すごく上手で、練習でも僕ね、あの、食らったことあるんですけど、今はもうちゃんと対策してるんでね、僕はもうあれ、かからないんですけど、あの、あれはね、あの、あれにちょっと対応できずに、あの、テイクダウンを食らい、 まくってしまったなっていうのが、まあ、勝負の分け別目でしたね。あそこがやっぱりでもタイミングがまたいいんですよ。すごくいい。本当ねあのタイミングはね、あの練習しててもねそうなんですけどやっぱめちゃくちゃいいんですよ。当て感とかね、全く分かんないですよね。全く反応できなかったですよね。僕はもう通用しないですよ。僕はもうあれあの解説知ってるんで。 いつもねででやってるんであとはあの郁、ー、恵選手のねあのバック取ってからのチョーク、うん、あれ強いんですよ実はあとリアネイキドもうまいんですよねだからあああれ出すんじゃないかなとガブって上になってた時にあダースとかねリアネイキド出すんじゃないかなって思って見てたんですけどそこねあの萩原選手しっかりディフェンスしてました バックであここもチョーク決まるんじゃないかなあここねあの強いところだと思って決めちゃうかなと思ってもしっかりディフェンスしてました、まあ、そうやってねあのー、萩原選手のねあの寝技の技術っていうのはねあの確実にあの成長してたなっていうのがねやっぱ思いました多分ね見てる方とかあ,のあんまり寝技わからない方は何であんなにねこう動かないんだろうって てうかね、こう何か何もしてないからつまんないと思うかもしんないんですけど、まあ、そこはやっぱりね浅倉選手の、あのー、グラウンドコントロールめちゃくちゃ強いですからでね体重以上にねこう体重のかけ方がうまいんでめちゃくちゃ重いんですよ僕もこう何回もね、あのー、やられてねなかなか逃げれないんですよまあでもね、あのー、僕は練習してねあのその辺をねあの回避できるように今必死にあのー。 練習してますんで僕のレベルもおかげさまであの上がっておりますけれどもまあねあのやっぱ総合格闘技特に寝技っていうのはね見えない技術っていうのがね伝わりにくいね技術がすごくあるんですけれどもそういったところもねあのファンの方とかはね見ていただけるとまあ、より面白くね,ね打撃だけじゃないね寝技でもねいろんな攻防とか駆け引きとかディフェンスとかね そういったものがね、あるので、そういったものをね、こう、いろいろ見ながら、あの、楽しんでいただけると、今ね、UNEXT でもこう、購入したら見れるんで、これはね、ぜひ、あの、見ていただきたいなと、えー、思います。っていう感じでですね、えー、まあ、ざっくりですが、えー、僕の、えー、 ラ,イジンランドマーク、えー、大会のですね感想を、えー、終わらせていただきたいと思いますまあね僕も、えー、少しね、えー、お祝いお祝いを、えー、していただいて、えー、本当にねう、あのー、嬉しい毎日が続いているんですけれどもまたね多分ミク國選手は多分すぐ練習始めると思うのでまあ僕もねあのー、しっかりとね引き続き、えー、次の試合に向けて 練習もしっかり頑張っていきたいなと思いますので、えー、引き続きよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。